陰口すごろく。究極の頭脳戦友達ゲーム、舞台はついに劇場へ。突然集められた仲の良い高校生5人。空に文字が。裏切り者が仕掛けた借金返済ゲーム。信じ合う証として全員で白紙で入れよう。なんで。親父。ゆとり、私じゃないよ。裏切り者が自分から名乗り出る方法を思いついた。マイナス10万円なんだよこれ。こんなことが。教えてくれよ。ただの友達だからな。本当に惜しいものがあったらずるくもなるんだよ。そんなバカな。逃げられないよ。どうすりゃいい。支え合った友達の絆が今試される。頼む。友達ゲーム劇場版。別のチームか。おい、さっきから何ガン飛ばしてんだ。